小皆さんどうも MT です。どうもどうも。11月になってこう結構寒くなってきましたけれど大丈夫でしょうかあ紅葉が楽しめる季節が近づいてきているということで、えー、京都に行きたくなる季節ですけれども、一方で実は僕の誕生月ということもありまして、えー、誕生日が来るので嬉しかったり悲しかったりするんですね。悲しいというのはまあ単純に年を取るというのがちょっと悲しいことであり、嬉しいことというのはこう日々、えー、年を取ることによっていろいろなことが分かってくるというのがなんとなく嬉しかったり嬉しくなかったりするんですね。というのもまあ、日々努力していないとそういうことも味わえない、その、 良かったななといいうこともないし去年の自分と今の自分を比べてもし成長が感じられないのであればそれは大問題だろうということで、まあ、常にこうなんかねせかされるような形で年を取っていく私でございますけれども、まあ、それにしてもまあ誕生日は嬉しいかなと思うところでありたいわけですね。 というわけで本編の内容を言っていきましょう。今日はですね、あ、マスクしているのはちょっと早口を直そうと思っているわけですけど、どうなんでしょうか。まあ、あの内容はですね、モンティホール問題ということで、いろいろな確率のパラドックス見ていきたいと思うんですね。モンティホール問題って結構有名なので、知っている方も多いと思うんですけど、なあなたがなんかクイズ番組のこう抽選みたいなのに選ばれたとしましょう。で、ABC というドアがあって、一つに車、他の二つに羊が入っています。羊というのはまあ、外れらしいんですけど、モンティホールという昔のテレビ番組に沿った形で紹介します。で、あなたがもし A を選んだとしましょう で、この時に、司会者の方が、ありがたいことに C を羊であるということを教えてくれました。まあ、ドアを開けてくれたんですね。そして、もう一度チャンスをくれます。B に変えますか変えませんかという選択なんですね。で、あなただったら変えますか変えませんかということなんですね。これが確率で考えようというのがまあ数学的立場なんですけど、A が当たる、そのまま当たっている確率が何分の1で、B が当たる確率が何分の1で、変えるべきか変えないべきかという選択を迫られているということなんですね。で、えー、考える時間をちょっとあげましょう。でその間に いとこう雑談ししていきましょうね、えー、パラドックスこという分かれるような問題の一つなんですけど、実はこれ、モンティホール問題として有名になったのがまあ最近ですが、もともとベルタロンボックスのパラドックスとかいう名前が付いています。で、えー、ボあのパラドックスというのは、いろいろな使い方がありまして、こう直感に合わないという今回のケースのようなものとか、あと、理学的な意味でのパラドックスというのもありますよね。二つ論理的に正しいものがあるんだけど、それが相反しているということで、パラドックス。まあ、これはもう本当にあの大変な問題なわけですけど、どっか人,人間のこう、 観察がおかしいといととうことになるわけですで一方で、えー、前者の方のこう直感に合わないっていうのはその直感が間違っているということを何か意味しているかもしくはその論法が間違っているかどちらかですけど直感が間違っているということが往々にして起こるのがこういう確率の問題なんですね条件付き確率ベイズの問題というものです。 で、えー、このオンティホール問題、有名になった理由が他にもありまして、こういうテレビ番組で取り上げられたとか、そういう問題になったとか、そういうだけではなくて、その周辺のことがあるんですね。マリリン・ボス・サバントさんという方が昔、ラジオのパーソナリティをやっていて、このランマリリンさん、えー、地球上で一番 IQ が高い人間として認定された人でございまして、えー、まあ、これは測り方が何とも言えないんですけど、一応ギネスで210とか218とか、それぐらいを叩き出して、一応、おなんかす、なっているということなんですね。で、どういう測り方をするかにもよるし、えー、どういう賢い人が今ま までで受けけてきたかとかとにもよるんですけどねアインシュタインはその心理学実験が嫌いだったから受けていないとかあとノイマンとかいう天才もいますしね他にも歴史上の偉人で言うともっと賢い人もいたかもしれないんですけどとりあえずまあ現代的なというかあの皆さん大好きな,なんか1番が何だとか2番が何だとかっていうことであれば一応このマリリン・ボス・サバントさんが一番、まあ、IQ が高いというふうになっているわけですその方がラジオのパーソナリティをやっていていろいろな質問に答えるんですねでそこでこの問題が質問者さんが質問したんですね さてどうしますかということでマリーになったらどうするかというとこれは変えますねということなんですねで変えると確率が3分の2変えないと3分の1つまり A がかくあの当たりであるのは3分の1で B が当たる確率が3分の2であるから変えるべきですねということなんですねでこれ非常に簡潔な答えが返ってきまして例えば A が当たっている確率ってのは相変わらず3分の1のはずなんですよそれは最初は3分の1でしたからねだけどあの B が当たる確率はそうすると3分の2になるというわけでもこれ以上明快な答えはないんですねで一方で他にもいろいろな説明が なされていて ABC3 つだからちょっと分かりにくいんであって100ぐらいドアがあったとしましょう ABC...Z まであったとしてあなたが A を選びましたそうすると B 以外 C から Z まで全部開けてくれたとしましょう全部羊ですよってそしたらあなた買いますかって言ったらそれは買えるでしょっていうことなんですよねですから本当にマリリンさんというのはそういう確率の数値的なこともきちんと教えてくれたし直感的にこうどういう風になっているのかっていうことも本質を見抜く力があったとよく言われていますけれどもね数学者というのはそういうもんですが ただこれもなかなか何とも言えなくてですね、これが有名になった背景というのが、そのマリニンさんが女性であるということが、ちょっと当時のね、アメリカ社会では黒歴史,黒歴史的なことがあるんですね。というのはですね、アメリカとあのイキリスト教権というのはですね、原理的に言うと非常にべ女性別詞の世界なんですね。で、今、日本というのはあの男女差別がまだ横行しているとよく言われますけれども、原理的に男女的な、宗教的な意味で何か差別的なのはむしろキリスト教なんですね。それは はでですね、聖書を読んでもらうとよくわかります。あの他にもこう街を歩いていたりすると実はあのこう原理主義者的な人がこっちでいう右翼的な人がですねこう女性は家で家事をするべきだみたいなとかそういうことを言ってたりするんですねなのでそういう人はまあ結構気嫌いされたりするんですけどねあのこっちの右翼とも全く同じですけれど、まあ、そんな感じで、えー、マリリンさんにですねいろいろなこう。 手紙がきました要するにクレームですね、えー。女性の確率と男性の確率は違うんだとかそういうことに言われたそうですけれども、まあ、その中にある程度こうそういうことを言ったにし,しろしないにしろ、まあ、数学者の名前もあったりしていやあの確率2分の1ですよみたいなこととかも言われたりするんですね。でこれはですねあの実はか今の現代的な価値観で言えば、えー、何が同様に確からしいかということをきちんとお言っておかないとそれはあの確率は定義できないわけですけどもし仮に ABC に同様に確からしい確率で3分の1 当たたっっている確率があったとすれば実はこれはきちんと B が当たりである確率が3分の2になるということは分かるんですね。なので、まあ、そういうなんか女性物資の世界とか、まあ、歴史とかそういうことがあったりして結構有名だったりするんですね。 で、これがなぜ3分の1で3分の2なのか、の B が当たる確率が3分の2かあ、そして変える方がいいのかという話を、数学的なことをちょっと言ったりしておきましょうか。ちょっとね、騙されたような感じがするっていうのと、こういう、あの、最初が当たっているのが3分の1だから、もう一方の方が3分の2っていうのは、まあ確かに賢いなと思われるかもしれないんですけど、ちょっと数学的に載せるとしたらどういうふうにするべきなのかっていうようなことをちょっと言っておきましょう。例えば A が当たる確率が3分の1で、えー、っていうのは、まあそれは最初の状況でそうなんですよね。で、BC が当たる確率っていうのが3分の2なんです。この時に、 あなた A 選んでるんですけど変えた時に当たる確率っていうのを集中して考えてみることにしましょう外れとか外れないとかじゃなくて変えた時に当たるか当たらないか当たる確率変えて当たる確率を考えてみましょう A が当たっていたという時と BC が当たっていた時という場合分けをするんですね A が当たっていてあなたが A を選んでいる状況の時に変えて当たる確率って0ですよね一方で分の 2BC が当たって っていう状況の時に、あなたは A を選んでいると。で、C を開けてくれましたと。そしたら B 絶対当たりですよね。その時に変えるべきか変えないべきかって言ったら、これは絶対変えるべきなんですよ。なので、BC を、が当たっている3分の2の時は、変えたら絶対当たるんですね。なので、3分の2ということになるわけですよ。一方で、A が当たりの時に変えたら、あの、当たあ、確率0で当たるんですよね。なので、絶対外れるんですけど、まあそういう状況になっているので、当たる確率が実は、変えたら3分の2っていうのは、まあ意外とよく分かったりするんですよね。まあそんなことなんで で、えー、こういうモンティホール問題っていうのは有名なんですけど、他にもいろいろとありまして、その辺もちょっと、おこう、うよた話的にお付き合いください。例えば、まあ、カードの問題とか、あのルイス・キャロルの問題っていうのが有名だったり、あと、検査の問題とかいうのもあるので、まあ、ざっくりこういうことを説明していきたいと思います。ちなみに、検査の問題については、昔僕、動画の方で上げておりますので、そちらの方を見ていただけると、こう、技術的なところもよくわかると思います。今言ったようなことが何に対応しているのかということですね。条件図確率というのは、実は、ベースの定理によって、こっちの確率をこっちの確率に読み替えるということにすぎない。もしくはこっちを っちにに読み換えるととといいうここ過ぎないということですね時系列ではなくて論理の順番だということですでこれがベースの定理を使って条件付確率の言葉で語られるわけですけどまあこういう問題が本当によく起こるのでいろいろとこう面白おかしくこう何て言うんですか飲みの席とかに使うとちょっと面白いかなと思うわけですねちょっと不純な動機ですいませんでいろいろと有名なのは例えば丸ツのカードが付いているようなカードが あって、その表に丸、あどっちかに、ま、ん丸ん丸ツがついてるんですね。それがまあ3種類あるわけです。要するに、カードが丸々っていうカードと丸、丸バツっていうカードと、バツバツっていうカードがあるとしましょう。で、この時に、まあなんかこう、おパッて出されたら、丸が上面になっていて、裏面はまだ見てないんですよ。で、この時に、この裏面があ丸である確率はいくつですかっていうような問題があったりするんですね。で、仮にこ、あのこれは結構あの微妙な問題をいろいろとはらんでいまして、例えばその3種類のカードから無作為に選んで、 パッてやって、表が丸であったという状況っていうのをまず考えてみましょうか。そしたらですね、これどういう状況があるんですかあの、選んだカードというのは3種類あって、丸々を選べば裏絶対丸なんですよね。で、丸×を選ばれていて、上面が丸ということは、裏面は必ず×なんですよね。そういう3種類があるわけです。要するに、上面が今丸なんですけど、これが丸々の上なのか、丸々の下なのかっていうことと、あと丸×の上なのかという3通りがあって、これ同様に確からしいわけです。ですから、まあ、あのううう、裏面が丸というのが、丸、あの、 3分の2になるわけで、すねであの裏面が ×2 が3分の1になるわけなんですけど、こういう状況がまずあります。で、他にもこれ、似たような状況があって、例えば、ボールが2個入った、赤と緑のボールが入ったこの袋があるとしましょう。に1個ずつか分かりませんけど、とりあえず合わせて2個入ってるんですね。なので、状況としては、赤赤と赤緑と緑緑という3種類があります。これ、同様に確からしく3分の1の確率でまあ、袋に入っているとしましょう。この時に1個出したボールが赤でしたと。で、そうすると、もう1個入って、この。 袋に入っている玉は何色でしょうか赤である確率はいくつでしょうか緑である確率はいくつでしょうかという問題があったとしましょう。そうするとですね、全く同じなんですね。先ほどの丸々の、丸×××ツっていう状況が赤、赤、赤緑、緑、緑、緑になって、出たのが赤、つまり丸であるような状況の場合、もう一個赤である確率っていうのは3分の2になるわけですね。全く同じ状況なんです。でただしですね、このボールとかカードでも、仮定が違うとちょっとずつ変わってくるんですね。そのカードというのも実は、まあ、3種類と言いましたけれども、 さらに区別してですね、丸丸丸バツっていうのとバツ丸っていうのとバツバツっていうのを全部区別したとしましょう。これ全部あの違うカードだと一旦見なします。まあ,あのそのカードの種類とかも見分けがつくと思ったりしたら、これちょっと確率変わってくるんですよね。これはちょっと厄介なところだったりするわけです で他にも今のボールでもその最初の袋を2個入ってボールが2個入っている袋っていうのをどういうふうに作るかっていう問題です最初は3分の1ずつでその3種類どれ,か入どれかの袋になっていると言いましたけどその袋を作る段階でですね 赤と緑を同様に確からしく2分の1ずつこう入れていくっていうふうにすると赤赤が入る確率が4分の1で赤緑という組が2分の1になっちゃうんですねその赤緑緑赤って選んだわけですからですから同様に確からしいと言ってもその種類で同様に確からしくしているのかその入れる操作がどういう確率なのかっていうので変わってきちゃうんですねですからこれは何とも言えないわけですカードの方で言ってもその〇○×××丸を選ぶ確率っていうのがその4パターンのある位選んだとすると2分の1になっちゃうんですよねそういう違いい違があって何がどう 同様に確かにしく、同様に確かにしくないのかということに完全に依拠するんですね。そういうことがあったりするんです。で、おまけにルイスキャラルの問題をちょっと紹介したいんですけど、ルイスキャロルさんってね。あの小説で,で有名なんですけど、不思議の国のアリスですね。 まあ、数学者としては三流だけど、なんか小説家としては一流だみたいなね、えー、ことにも言われたりして、まあ、やっかみですよね、周りのね。まあ、実際そうだったのか分かりませんけど、あのー、結構不眠症に悩まされたそうで、夜中よく考えていたそうですね。こういうパズルが一番こう、寝るのに適しているというか、なんというか。で、その時に、まあ、先ほどの袋の問題に近しいんですけど、例えば今、ボールが1個入ったこう袋があると。で、これが緑か赤かどちらか分かんない。で、この時に、僕は今赤を持っています。で、赤のボールが1個あって、これを1個入れるんですね。入れて、ファーってやります。 1> で1個取り出したら赤が出てきましたでこの時にもう1個の玉が赤である確率はいくつですかっていう問題を考えてみましょう先ほどの問題とはちょっと違いますよねさっきは最初2個入っててこれがあ赤なのか緑なのか全くわからないとでその袋が同様ううに足し返しのかもしくはその分からない状況を考えましたけど今初め1個しか入ってない袋があって赤が入っているという状況があって入れて戻したら赤が出ましたそうするともう1個赤である確率は何かということなんですねこういう問題ってよくあの湖の中に魚が何匹 いいいるかかみたたななねそそういう検査とかでもなされたりしますその印付きの魚を放流して十分時間が経ってこんなきちんと混ぜ合わさった時に適当に魚を取ってきて何対何の確率で、えー、その印付きの魚があればそのもともと湖にいた魚っていうのは何種類あのどれぐらいの数いたかっていうようなその策定方法ですねそういうこともあったりしますけど何か似たような感じがしますよねさてところでもう一個の方が赤である確率はいくつかっていう問題になるわけですけど。 さて何が同様に確からしいんですかっていうことを考えてみないとわかんないわけですやはりその入っているのが緑か赤なんだから2分の1ってことはありえないわけですよねあ先ほどもこんな話をしておくべきだったかもしれないんですけど その起こる事象が2パターンしかないから二分の1だっていうのは一番愚劣な考え方なわけですよ。明日僕が生きているか死んでいるか二通りなので、えー、生きている確率は二分の1死んでいる確率も二分の1とかそれはありえなすシブルですよね。であと宝くじとかも当たるか外れるかどっちかなんだから当たる確率が二分の1外れる確率が二分の1って言ったらさすがにちょっと神経疑われますよね。それと同じです。同様に確からしいのはくじ1件1件が例えば100枚あったり100分の1っていうのがその当たる割合なわけですよね。で今の問題の場合は どううなっていいるかというと何がどういう確からしいかというと最初に入っている赤、緑というのが1 2分の1ずの確率で入っているという状況なわけです。この時に赤入れたらどういう状況があるんですかそうすると赤赤か赤緑かという状況があるわけです。この状況で引いたら赤だったんです。そうするとこの赤っていうのはどこから来たかというと赤緑の時の赤を引くっていう状況と赤赤の時のどちらでもいいという状況があるんですね。そううするるとこののパパターン全3パターンーンン全あち まあ、二つというのが赤なんですつまり、赤赤でこっちの赤を取った時とこっちの赤を取った時っていうのがあるし、赤緑でこっちの赤を取った時っていう状況があって、この三パターンのうち、相方が赤である確率というのは、三分の二になるということなんですね。そういうような分け方をしないといけないわけです。で、もう一方緑が出る確率は、まあ、三分の一ということになるわけです。で、これがちょっとピンとこないと思われる方は、もっと極端な例を考えてみてください。先ほどと同じ状況で赤入れて、緑出てきました。もう一個が赤である確率は一ですね。で、あの、そういうような、なんか不思議な状況かもしれない ないんですけど要するにそういう注意がいろいろと必要だということなんですねで最後にあの昔作った動画の検査の確率についてのちょっとした補足とかどういうことかっていうのもせっかくなので現実的な問題をはらんできますから紹介しておきたいと思いますいわゆる用水検査とかでもよくそのパラドックスみたいなことがあったりするんですよね あの病気にかかってるかかかってんねかっていうのはちょっとよくわかんないですけれどその検査が正し,い正しく検査が出るっていう確率が99%の成功率だったりするとしましょう1%間違えるんですね その時に、あのあなたがもしその陽性反応が出たので、ちょ,ちょっと検査し,しに来てくださいとか言われた時に、あ、自分はかかっているんだって、そんな落ち込む必要はないということなんですよね。それはあの感染するその病気の,あの感染率がどれぐらいかっていうのも気にしなきゃいけないっていう話があったりするわけです。例えば99、99%成功率があるような検査だったとしても、例えば1万人に1人感染するっていうような。 ものだったたりしたらこれはどういうことかというと1万人いて例えば感染率1%だったりしたらこれ100人感染してるんですよね。でこれの9900 99人は感染していないんです。でこのうちにもしあなたが陽性反応が出ましたよって言われたらこれのどこに相当するのかというと本当に感染しているうちの99%つまり99人ですかこれなのか。 感染していないな9900人のうちの間違えて出てしまうという方があるんですね、成功率、成功失敗率というのがこういうところに効いてくるんです、9900人のうち1%ですから、まあ、990人。 あのあのそういう、かかってないのに陽性反応が出る人っていうのがいるんですね。なので、全体として、990人、かかってないのにかかったよって言われた人と、かかっていてかかったよって言われる人が合わせて99人たす990人いるわけです。このうちに実際にかかってるのは99人なんですね。なので99、99たす990分の99っていうのが、あの感染している確率、本当に感染している確率になるわけです。その陽性反応が出たって言われたときに。こういう、なので、大体まあ100分の1とかあの1000分の1とかになっちゃう今の場合は100分の1ぐらいになっちゃうんですけど、まあ こういう違いがあるんですねでもっと極端なことを考えてくださいこういうのがですね1億人とか100億人に1人しかかかっていないよ病気の時にその感染あの99%の成功率の検査を受けて陽性って出たからといって そりゃ、100億人に1人って地球上に1人ぐらいですから、かかってるわけないじゃん。その検査の方が間違ってると思えるわけですよね。さっきの,あの、いわゆるモンティホール問題の A から、えー、Z まで100個の箱があったりしたり、100個のドアがあったときとかに、まあ、そりゃ、もう一本の方が当たりだろうっていうふうに考えられるっていうのは、もう数を巨大にすればよくわかるわけですよ。それと同じで、検査率とかね、母体の数とかによってかなり違ってくる。でも,もっともっと極端なこと言えば、感染率0%。 ののなんんかかか病原体みたたたいいいがあった時ににそれに感染しているどどうか知りたいんですけど検査を受けたら陽性ですって言われたんですってこれあなたかかっている確率いくつですかってもともとがゼロなのからゼロに決まってるじゃんっていうねそういうものとかも <laughs> 考えてみると極端なケース考えてみるとよく分かったりするんですよねそんなわけでえちょっとぐだぐだ喋ってしまったかもしれないんですけどあのこんな感じでぜひともね前の,あの技術数学的な技術の話をするとごちゃごちゃしちゃしまったりする人印象を持つ方もいるんですけど要するにやっていることというのはこの程度のことなんだということなんですよね、まあ、そんなわけで 面白いと思った方はぜひともチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いしますでは次の動画もご覧くださいさよなら